おいしい登山始まるよ。からこちらのバスへやってまいりました。ここは大磯港バス停前、時刻は10時37分です、はい、今日はここからですね27分やで、失礼しました、10時27分です。今日はここから、はい、はい、お宿は、はい、シラス丼を食べます。まずは生シラスですよ、生、はい、山登る前に食べます。食べます。今日は美味しいがメインです。美味しいメインです。山はおまけです。はい、はい、それでは今日も元気に行ってみよう。柑橘の味がついてる。油が乗ってるけど、この柑橘でさっぱり食べれる感じ。生はやっぱりすげえ油。キラキラ。うん、玉ねぎです。淡路島さんって書いてありました。箸底ですね、うん。柔らかくて甘くてめっちゃ美味しい。淡路島玉ねぎ。食べてみていいですかね。はい、じゃあ、ありがとうございます。サワラやってやっぱ生からかな。シラスに、うーん、迷ったんだけど、身がね、ほろっと口の中でほろけるやっぱりね、生シラスはここでないと食べられへんから、サワラも美味しかったんですよ、うん、美味しかったけどやっぱり一押しは生シラス、うん、ここでしか食べられない味、うん、やっぱそのパッと見、うん、やっぱ醤油がダラダラと流れてないから違和感があるんやけど、うん、あの透明なシラス自体にシラスの色を損なわないような柑橘の味とかを混ぜてあるから、うん、ほんまにあれだけで美味しく食べれるんですよ。美味しくいただけて、でなおかつあの淡路島玉ねぎステーキがめちゃめちゃ甘みがあって濃厚で美味しかったね、うん、いろんなポン酢とか種類3種類ぐらいあったんですけど、私ガーリックバターを選んでみました、うん、めちゃめちゃ美味しかった、うん、はあ、汁もね、あの鮭の方が好きだったかな、私は。日替わりらしいですわ、はい、うん、鮭、うん、どうだったんですかね、親玉は、うん、数年ぶりの生シラス、シラス や、ね、やっぱりシラスよね、うん、他の魚は居酒屋とかでも食べれるからね、うん、やっぱ生シラスはここ渡し船さんでした。店構え、ああちょっともう見えんかな、うん、はい、最高やったね、はい、もうこのまま帰ってもいいぐらいの勢いお楽しみはこれからです、はい、行ってみよう。はい、今日は純ちゃんの疲れを癒そうプランです。疲れてませんよ、もうシラスで吹っ飛びましたよ、シラスで。いや最近ね、休みになったら雨降ってたからね、あなかなかね、休みと天気の兼ね合いがね、うん、合わなくってお出かけできなかったんですよ。久しぶりのお出かけです。いかにこうやって走って美味しいものを食べることに癒されてたかっていうのがね、痛感しましたね、はい。
えらい身軽になってはりますけど。二表いダブルリュック、ダブルリュック、リュックオンリュック。あの、リュウさんはね、私のいない間、昨日45キロ走したとかいうね、もうすっごい仕上がってはるんですよ。奈良マラソンに向けてね。そう、奈良マラね。私は全くね、駆け出してもない状態なんで、あの、二を持ってもらって、あの、絡みで走ることにしました。はい。いい景色やね。うん、国営明石海峡公園淡路夢舞台。そう。あと1キロぐらいか。2キロ。あ、2キロ。登山口まで。ええんかな、この歩道出しをずっと行って。もういいか。あと2キロです。はい。でもいいぐらい。山行かなあかん。やったら山にこだわるな。現在地ここです。はい、展望台目指します。12時12分。はい。距離は 7.5 キロです、はい、緑地らしいですよ、楽しみですね、はい、暑遊歩道です。結構急な遊歩道ですよね、これ、うん、一緒の地図、はい、時刻は12時19分、距離はジャスト8キロ、はい、杖あります、仙人さん。杖いら杖あります。なんかいきなり山っぽくなりましたよ、涼しくなりました、きっかけで、はい、イエーイ。杖持って行って、あの、蜘蛛の巣取らんでええんか。そんなんが軟弱軟弱、来いって感じ。どうせ俺を前に行かすんだ。大トレか、ここは。そんな体操なんちゃう。階段見えてるで、先に階段見えてる。お前、車があんなちっちゃいよ。あ、暑いね。空中展望台、こっちやで、左やで。はい、りゅうちゃん、うん、見上げるちゃん。もう両方行くんや。あ、しょうそう。お茶出そうか。お。12時38分。距離は9キロ。はい。尾根から山を見下ろし、空中にあるから、あるかのように設けた空中展望台。へえ。あ、確かに作り立てって感じですよ。あ、確かに宙に浮いてます。ちょい微妙かな。あ、でも見えますよ。おちょい微妙。ちょっとネーミング巻きかな、ちょっとっていう。あ、これ文句ちゃいますからね。これ文句ちゃいます。これ感想。暴れ馬。時刻は12時55分、距離は10キロジャスト、はい、ここでずっとこの林道で上がってきたんですけど、はい、ラスト5分だけここ行くみたいです。はい、レッツヤボコミ。はい、マモス注意。クモの巣注意ね。なんか、お札もあるです。うん。
かりました。時刻は1時1分、13時0分、1分。はい、いい感じでましたね。ここにある。距離は 10.2 キロ。はい、三角点。あ、すごいやん。パフパフタッチ。何これ、ホロポス。いや、淡路島、おまけの山。なんて読むのこれ。潮鳴る山。潮鳴る山、300メーター。ご覧の通り、360度。ブッシュって感じですけどね。いやー、よかったですよ。一応ここは山頂ってことで。え、ここに、これ何か書いてます。あ、書いてますね。登頂しました。一応ね、今日も山に登れたねって感じですね。はい、下山。下山っちゅうほどのあれでもないけど。まあ、思ったよりね、そんなひどくなかったね。よかった。うん、はい、時刻は13時18分、はい、距離は 11.3 キロ、はい、いや一瞬いいトレイルで、ちょっとやぶこぎしてみたいな感じのコースでしたね、はい、これ今度帰りはこっちに行きます。こっち、へぇ、はい、みたいな道やからちょっとようわからんで、どっちか、うん、おー、ここはええやん、うん、見上げる展望台。あ、これやったんや。うん、あ、これはいいね。うん、はい、13時22分、距離は 11.6 キロ、はい、橋正面からや、これ。なんかちょっとニャーンって感じやね。お尻から来ましたって感じ。こんな真正面から見えるのもなかなかないで。うん、ここは何歳や。1時28分、海峡展望台です。11.8 キロ。はい、六甲山は真正面。この明石海峡大橋がもうストンとこのアングルで見えるっていうのが逆に面白いですね。おお。あっち、あ、二条山。二条山好きやね、うん、まあ、でもちゃんと二条山ってわかるね、うん、はい、お風呂行きましょう。はい、綺麗な展望だよね。うん、やぶこぎでちょっとかゆいですね。すごいな。あ、でも綺麗やね、海。うん。静かやな。うん、意外とこういうとこで言うたら聞こえるんだよ。はい、時刻は13時40分、はい、12.2 キロ。すっごい爽やかな風が吹き抜けてますよ、うんうんうん、すっかりなんかね、秋めいてきた ね、 うまいね。うわー、なんと広々、うん、広々広場、いい、あの草の匂いがしてすごい気持ちいい、うん、こんな名前だ、広々広場な。はい、駐車場に戻ってきました。13時46分、距離は 12.8 キロ。はい、いやー、どうなんでしょうね、山に登ったっていうよりは展望台もあったしね、散策コースで十分じゃないかな、うん、あの山頂は別に踏まなくてもよかったさ。いやいや、どこ行ってきてんって言われた時に、ちょっと淡路島ちょろっととかじゃなくて、ちゃんと潮鳴る山に行ったって言えるやろ。どこやねんやけどな、それ。そうそう、全然展望台でよかったよ。あの、おう、まあ、あの山道以外はちゃんと整備されてたし、うん、あ、ほんまに散策にちょうどいいんじゃないですかね、車止めて弁当持ってねっていうような感じのコースでした。ここまで来たら潮鳴る山に行きましょう、皆さん。って感じです。はい、お風呂まではあと
2.6 キロです。はい。はい、道の駅にちょっと寄り道します。めっちゃ賑わってるんですこれ、うん、時刻は14時34分、距離は 16.2 キロ、終わったと思ってからのこの絶景温泉までの坂が一番しんどかったです。今日一しんどかったです。出てなかったですかね。今日一しんどかった。はい、じゃあ一歩浴びたいと思います。はい、しんど。ニャンニャンロゴ来ましたよ。ガストやん。おめでとう。帰れ。こんなもんでしょ、はい、ちょっとあまりにも美味しそうなんでね、写真撮っときますわ、うん、ローストポークです。800円もします。最高ですね。あのここのお風呂はそんなの薬膳湯とか種類が全然なくって、うん、シンプルにあったかいお風呂と水風呂がうち外にありまして、うん、橋が見えるってことだね。そうやね、真ん前にね、水風呂橋見えてね、水が程よくぬるくってね、うん、めっちゃ気持ちよかったよ。おまけにこのビールもう臭くないし美味しい、うん、サーバーよく洗ってある感じ、うん、500円です。おー、するね。どうですか、800円するだけあって肉厚でめっちゃ美味しい。500円もこの量でこういう場所にしちゃ良心的、うん、ビールはな、うん、おいしい。決まりました。はい、はい、ポテト350円です。で、半量。はい、さよなら。はい、行け。でも正直これめっちゃ。名前がいいでバンバンバン。お願いします。岩屋ポートターミナル、はい、さっきのブンブン号も楽しかったね。ブンブン号、バンバン号、おっちゃんおもろかった、ね、おその熱くかったね。なんとここの島の人は生しらす食べたことないそれびっくりやわ、食べてもん。